さあ行くべ、装備したら行くぜ。獅子の斧、竜の盾も手に入って、まあゼータなんだこれ。え、なに飛翔、じゃあ飛翔の盾は何なんだ。え、嘘、ズリーはゼータ、これゼータズリーな。飛翔も竜も飛んでるやつ全部ゼータ。まあいいわ。でようやくここでダブルハンマー、これニューがめっちゃ最初から持っててくれたのよ。かと思ったら獅子の斧、強さすげえ、めっちゃ上がるし。ちょっと待て、いろいろおかしいんで、いろいろお前おかしいんで。戦士の盾、獅子の斧でダブルハマ全然上がんねえじゃねえか。何のための宝箱あれ。マジで獅子の斧がぶっ飛びすぎててさ、何のための今までニュー大事に大事に持っててくれたよ。めちゃくちゃ最初序盤、まだアムロとニュー全然歯が立たない時、ザコにもずーっとこれだけはモンスターに取られまいと、お金だけは半分になってもこれだけは取られまいとって言ってさ、ずっと必死になって持ってたのよ、ダブルハンマー。ニューは必死で、もうしかも なんでこれダブルゼータ真ん中になってんの、真ん中の揃っちゃってんのよ、中揃えになってんのよ、左揃え、中央揃えになってんのよ。いろいろあるな、いろいろあるのよ。で HP500 超え、いろいろある。で今ゼータ竜の盾装備させたらさ、飛翔の盾ってこれ攻撃力も上がってたのね。ただこれはもうこっちにシフトして、うわー、ちょっとそういうことね、ボスってことやね。あれ、あ、ここムンザ、ここをどこだと思ってる、ハーマンカン、ブレイは許しませんよ。お父様、ユイリーが、コンソ、なんだお前たちは。お父様、早く目を覚ましてください。ボス戦あるかなって思ったんですけど、ちょっともうこれボス戦きついっすね、これ。一刻も早く、無益な戦いはやめてください。何を言うか。頭、これ髪の毛。わしは絶対幸福などせんぞ。いや、その前に髪の毛なのこれ、冠なのこれ、なんか変なのついてるよ。いや、脅すな。お父様はジオンに騙されているのです。わしは頭が、どこからともなく不気味な声が。何をしているの、コンスコン。ジーク嬢様を助けよう。けじめはつけよ、コンスコンよ。グオー、お父様、変身すんのかな。あ、変身タイプか。キャー、コンスコン、どうした。うわあ、ごっついのになったよ、横に広い。うわ、こいつじゃん、なんかいたよこいつ、ジオダンテ、なんかいたな、ファミコンの時もこんなやつ。いや、きついってこの状態は。魂の玉とかいらんし。曲かっけえけどさ、いや、これは基本無理。あ、まあダブルゼータ頼みか、結局。そういうことですね。これはだからもうゼータの方が早いので、動きが
法、ちょっとメガサーベやってみて、傷薬入でも賢者の杖ですね。これは賢者の杖やって攻撃っすか。ほらめっちゃ早い。賢者の杖が入れば入る。メガサーベはどうよ。まあ30あんま入らないと。ダブルゼータガンダム長いんだよ。123サーベ。あ、まあ、うわ、怪しい匂いを漂わせた。もう姿格好がだいぶ怪しいけどね。こんな、3回攻撃、体力吸収。混乱してるよこれ。攻撃できないね。そしたらじゃあ防御でいいかな。で自分回復か。賢者の杖がだいぶいいかなと。3回行動か。3回行動はなかなかですな。3回行動は誰？あのドラクエ6のデスタムーアぐらいじゃない？ダブルゼータが無事だったらもうそれでいいわ。ダブルゼータとニューが正常であればもう言うことはない。これでゼータの回復の仕事は終わり。いや勢いで行ってほしいわ。ここトゥール、何奪ってんだよ、何奪ってんだよ。ちょっとだけ。攻撃力はそこそこある。ちょっと待って、通常だよ。強力はいいのよ。強力はもういいのよ。もう十分協力してるから、傷薬とかで。よし、おお、頑張ってる。混乱しながらも、混乱しながらも頑張ってる。サーベが地味に。よし、アムドに来れば。よし、サーベが地味に痛いっすね。もう今のとこ、今ちょっとでも回復しちゃおうか、先にな。この地味な30が重要なのよ。 OK っす。クリティカル、痛えだろ、痛みを知れ。痛みを知りなさい。ムービルフィラ大丈夫。後ろ二人がめっちゃ頑張る。賢者の杖頼むぜ、頼むぜ。ニュートダブルゼータマジで。くー、これ基本前に来るな、基本前に来るな、これな。今ちょっとあえて A ボタン押さないで一つ一つ見てるんですけどね。基本前に来る、まあ防御しといて、もういつなんか、お、正気に戻った。ダブルゼータ頼みだよもうマジで。サーベ来る。ふう、まあゼータがもうこれで回復の手段がもうない。竜の盾が何か起こしてくれるかどうか。あ、まあこれか、一旦回復す、あーでも回復できないか。
何も起きない。3人映ったから何か起きるかと思ったら何も起きない。マジか。まあ怪しい匂いは漂わせたけどね、あいつに対して。ただこれでゼータがちょっと持つ、違う、通常ちょっと持つから、ちょっと持ってくれりゃそれでいいんだよな。正直獅子の斧もちょっとなんかあるかな。壁になってくれてるから、ゼータが何も起きない。まあ、これはいい。よし、この匂わせをね、ゼータに来てくれてるから、ダブルゼータじゃなくて、間違えた。に間違えたけど、まあ結果 OK、 結果 OK、 まあ結果オーライってことですよね。協力したな最後。もうあいつ瀕死だったのに、瀕死のダンテにもう3人がね、もうよたよたしてたのかな。3人揃ってもうここだと、急所をついたと。まあよかった。はっ、私は一体。ユイリ姫、あ、ここで神ユキ、神ユ王子、王子、あ、来た。踊ってるわ。ユイリ姫、よくご無事で。神ユ王子も、あれ、あ、アレックス、みんな世話をかけたの、どこにいたの、お前石にされてたんじゃねえの、お前ナイトアレックス殿、よくぞご無事で。でもどうやってここまで来れたのですか。そう、どこ、そもそもどこにいたの。ああ、牢屋、そんなあったっけ。アムド殿、今までのことすべてカミーユ王子より聞きました。アルガスの危機を救ってもらい、かたじけない。いや、マジで頑張って、いや、ニューがね、マジ頑張ったな。っていうか賢者の杖が、コンスコーンを、これでもまだ無益な戦いをお続けになるのですか。わしはジオンと手を組み、国を大きくすることがこの国のためと信じていた。まあ、そうだな、国のことを思って、力のために、力にちょっと溺れちゃったのかな。うん、まあ間違ってたわけですよね。が、そう、まあそれは間違えていたようじゃ。少し間違ったらね、謝ればいいんだよ。もう年齢重ねた俺だってまだまだ全然未熟だから、傷つけたり傷つけられたりしちゃうから。本当にしなければならぬのは、アルガス、ムンゾの国が力を合わせジオンに立ち向かうことだったのじゃな。そう、謝ればいいんだよ。それをね、着実にこなせていくと、それが理想の形だから。よかった、やっとお父様が自分の間違いに気づいてくださった。ユイリー姫、さあアルガスへ帰ろう。よーっしゃ、これで帰ってきて、ブレックス、よくやってくれた、ナイト・アムロ殿。そなたらの働きでこの国に平和が訪れた。しかし悪の根源ジークジオンを倒すまでは一時の平和としか言えぬ。今度は我々が力を貸す番だ。この者たちを連れて行ってくれと。そうか、それで全員合流できるってことか。ありがとうございます。ナイトガンダムと彼らが力を合わせれば必ず。いや、これはめっちゃ強いぞ。ズータドアガワールドに真の平和を取り戻せるでしょう。行こう、ラクロアへ、ナイトガンダムのもとへ。はっ。
れ、アレックスも仲間なのかね。彼らなら、きっと。きっと。きっと、ふぅ。いやー、3章終わりました。やったー、めっちゃきつかったっすー。もうやっ、いや本当にやりきった感がめっちゃあるなこれ。あー、よかった、もう最後デオダンテ倒せてよかったわ。よし、もう記録しよう。こっちにしとこうか、ここにしとこうか。あ、もう円卓の騎士になる、終章になったわ。光の騎士もうやりきったよ。もうクリアでいいよな本当に。これ誰よ、これナイトガンダム、え、キングガンダムだったのこれ。ナイトガンダムよ。そなたはこのラクラ国、いやズタドアガワールドのためによく尽くしてくれた。これまでの功績をたたえ、そなたに全てのナイトの上に立つと言われるバーサルの称号を受けてもらいたく思うのだが、どうじゃ。いや、もちろん。うむ、ナイトガンダム、そなたにバーサルナイトの称号を与える。これからも頼むぞ。ところで、先ほどよりフラウの姿が見えぬようだが、わあ、これ連れ去られちゃったんじゃない、これ連れ去られちゃってるんじゃないこれ。あれ、バーサルナイトになったのこれ。勝手になんかすげえ称号をもらえた感じになったけど、バーサルナイトガンダム、なんか色がちょっと紫になって目つきがいかつくなってるけど、なんかさ、もう強くなったのかどうかよくわかんねえな。ダブルゼータが出てきて、おめでとうございます、バーサルナイトガンダム。どうぞ。バーサルナイトの称号とはすごい名誉ですよ、本当におめでとうございます。いまいちおかが、ね、もう懐かしい、おめでとうあるよでも懐かしい、いやネモ、あ、マジでネモ欲しかったわマジで。前回の章つかさっきまでのとこでフラウがどうした、捕まっちまったんかな、また、また捕まるところからかな、これ。あの、もう捕まるところから始まるパターンか、これ。ここで、あれ？何にも。あれ？あそこでね、最初、一番最初捕まってましたもんね。ファミコン魔界村のさ、序盤つうか一番最初ですよ。魔界で寝そべってさ、連れ去られてましたけど、レッドウォーリア、違う、レッドアーリマ、あいつにさ連れ去られたけどさ、そりゃ魔界のど真ん中で寝そべってだべってりゃ捕まるよ、そりゃ捕まるよなっていう話だよな。裸で寝そべって生きがってりゃなあ、そりゃ捕まるよ。ここ何にもいないんだけど、あれ、フラウは、うわ、こいつ、おい、キャノン、お、俺は一体今まで、う、あ、頭が割れるように、どっち、どっちなんだ、え、なになになに、これフラウが、あれ、全然ちょっと話が見えない。あ、酒場はまだダメ。あれ、どっかで仲間にできるみたいな、地下じゃなかったっけ、これは。ここどっか、あれ違かったっけ。いやー、もうニュー賢者の杖だよ、もう賢者、あれあれあれ、もう、全員退席。そうか、ここでもうあれってことか、会議が行われてたってこと。あれ、
どっかで仲間入れ替えみたいのできなかったっけ。まだファミコンのこと引きずってるのこれ。ここ開けゴマじゃねえもんな。これ全然鍵、この金の鍵とかってことなのか。全然探してねえけど、あ、超いなかったっすね。ちゃんと探してないことがバレてる。街を全部見ないとダメってことか。バーニア、あー、ここでは使えないわな。ここでは使えない。確か。あくまでフィールド。たださ、これ、フィールド、この建物の中でも使えてこそバーニアだよな、これ。ここ何でしたっけ？これが、ジーヤみたいな感じだったっけ？ああ、まあそうか。まあ一旦外出ようか。外出ちゃったけど、まあ情報集めからなのかな。いやー、すげえ安心するわ。なんかもう前回のところの雑魚がマジでやばすぎたからな。ここは預け屋だから、あれ宿屋の地下か。違うな。あれ？この世界と、まあまあ、なんかあったな。最後ナイトガンダム物語2でなんかあったな。なんかウッド木の口から、気持ち悪い口の中から入ってったわ。もう帰れませんみたいな。あれ？え？姫探してきてくれぬかみたいな。ザクレの姿も近頃は全く見かけなくなったなと。いやいいんだよ、今はちげえから。あ、そういえば魔法全然覚えないじゃんね。なんかあの魔法なんかさ、出すみたいな、カード出そう、実現具現化するみたいな、そんな魔法が、あれ、ソーラの魔法でしたっけ。なんかそんな感じだった。弱えまんまかい。カード出すのカードが具現化して一緒に戦ってくれる召喚魔法みたいな。ソーラ、違うな、ルーベサワベサーベ。あれあれっつうか、いやそういうのいいんだよ。姫どこ行った、マジで。え、これまた一人旅？嫌だよ、もう嫌だよ、俺そんなアムロみてえなことしたくねえぞ。もう三章みたいなことは、マジでね、充実感はね、もうすげえ味わったから、もういいっすよ。なんか置き手紙とかあんのかな？こんなとこでもう10分費やしちゃってるんだけど。あの充実感はもう味わわなくていいかなと。
あれ？あ、あ、山椒の実、寝る前に食うつもりだったんか？え？いないっすけど。特に、あれ？特に何もないっす。なんかもうなんかネモとかにちょっと腹が立ってくるというか、おめでとうあるよとか、いやフラウの情報よみたいなね、なんか同じ場面なのにね全然違く見えてくる。一つの充実感をね、うわキャノンいねえし、あいついねえし、一つの充実を手に入れてまたなんか一つ失った感じ。当然入れないと。ん？町行きゃいいのかな。船はもう完全に使えると。敵出ちゃってる。なんかザクレロが出なくなったとか。ターンはめっちゃ使え、ムンゾ行けちゃうし。あ、これアルガス行けってことなのかな。あれ最初の円卓にさ、アムロとかいた？いやいやいや、あの全然フラウ姫の、あ、おっと、あ、あ、あ、こいついたわ。わかりました、用事が済んだらすぐに帰れ。え、なんの用事。いや、もう行くぞ、もう行くぞ、もう行くぞ、ついてくりゃ。何の用事よ。ガンダムに言えない用事。怪しいですな。これで話伝えればいいのかな。どうなる。誰もいねえ。ネモ、ネモ、おお、ちょうど良いところに帰ってきた。修行の旅にて、ああ、ナイトアムついに来た。そっちと同じ名を持つという4人の勇者をガンダムな。彼らと力を合わせればジグジンを倒してズタドアガワールドに平和を取り戻す日もそれほど遠くないだろう。しっかり頼んだぞ。話は変わるが、オフラウ姫、ルームの村に。そんなら安心なのじゃが。あ、まあまあ、では話が行ったり来たりしてんだよな。早く円卓の方に行ってやる。あれ、次女、王様、これさらわれた、さらわれたってことだ。大変です、姫様が、フラウ姫様が。なんじゃ、落ち着け落ち着け。フラウ姫様がジオンのモンスターに。ジオンのモンスターにさらわれました。まあでしょうね。ここでさらわれませんでしたとかね、そう言われても。突然空から舞い降りて、あっという間に。まあ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 、なんということじゃ。またパニック、またパニック。バーサルナイトガンダム、何改まって。わしの一緒の願いじゃ。まあでしょうねっていう、聞いてたわ。おお、影例の、あ、これで、これでようやく、ようやく、はいはい、わかった。レビルを、お前の役目はもう終わったと。お前の役目はもう終わりじゃ。いや、捨てるもんねえんだけど。
ちょっと。ちょ、え？だよ、いやいやいや。円卓の前に行って、アイテム欄を確保しなければ。オッケー、じゃあちょっと円卓の前に向かうところから次回進めたいと思いますので、まあ、ストーリーがね、進みましたので、はい、第3章クリアしました。はい。ほんと3章ね、ずっとお付き合いいただいてくれた方、ありがとうございました。ここからも終章はね、バリバリ進めていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。